越谷マッスルセブン実践編。この後7つのトレーニングについて全てのレベルを同時に流します。一緒にトレーニングしていきましょう。また解説編にあったような各レベルの動き方や注意点を思い出しながら行っていきましょう。それでは腕立て伏せから始めます。始めますよ。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、4、次で最後です。10、2、3、4。はい、お疲れ様でした。次は吹き吹きの実践です。準備をしてください。始めますよ。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。この次にレベル3の方は反対回り、レベル4の方は反対足に変わりますよ。3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、4。最後です。10、2、3、4。はい、お疲れ様でした。次はポンプの実践です。準備をしてください。始めますよ。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、4。最後です。10、2、3、4。はい、お疲れ様です。それではレベル4の方だけ反対足のトレーニングも行いたいと思いますので準備をお願いします。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、4。次最後です。10、2、3、4。はい、お疲れ様でした。次はブリッジを実践します。レベル4の方だけテンポが速く感じると思いますがご注意ください。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、
9、2、3、次が最後です。10、2、3、4、はい、お疲れ様でした。次は力こぶの実践です。それぞれの重りを持ちましたでしょうか。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、次で最後です。10、2、3、4、はい、それではレベル3、4の方はペットボトルを反対に持ち替えて行います。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、4、最後です。10、2、3、4、はい、お疲れ様でした。次はヒップの実践です。準備はいいですか。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、次が最後です。10、2、3、4、はい、お疲れ様でした。ではレベル4の方だけ反対側を鍛えます。3、はい、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、9、2、3、次で最後です。10、2、3、4、はい、お疲れ様でした。最後に1、2、3の実践です。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、はい、お疲れ様でした。越谷マッスルセブン実践編は以上となります。これからも無理のない範囲で少しずつ行い、習慣化しましょう。